千上げ第900型とは、荒牧吉尾の架空戦機、紺壁の艦隊に登場する架空の潜水艦である。この潜水艦は一言で言えば、潜水揚陸艦である。前世が東防衛船などで、海上艦による物資輸送が、米通商破壊作戦で立ち行かなくなった反省を受け、適正域下の古東防衛船における特務輸送艦として、立案、建造された。 紺碧艦隊を含めると、相ン数はかなりのものになるが、対戦初期に大和級朝戦艦軍を建造せず、余剰武士べてを振り向けて、潜水艦隊決戦志向を選んだ軽艦ゆえの、賜物である。潜水艦ゆえの秘匿性を生かし、敵領土への奇襲上陸や、上陸部隊への隠密輸送を行う。また味方艦艇への補給艦としての能力を有する。同敬艦は、 形術隻、豪州孤立化作戦である、当作戦実施時には、マッカーサー将軍をして、謎の輸送網として悩ませるなど、その補給能力の高さは目を見張るものであった。後世第二次世界大戦後記事コミック三巻では、戦0 0 0ホイ700型に似た艦型として出ており、二軸式、ポンプジェット推進となっていたが、回収後は、 センタカナカの両型船などと同様の一軸式、ポンプジェットに改められたようだ。マダガスカル島攻略船実施に合わせ、コンペキ艦隊と共に施された一次改装で以下の武装が追加された一次改装で施された武装は、コンペキ海研究の海上、海中立体陣形による船団防御方法が元になっており、コンペキ艦隊との船団運用時護衛艦や従順など、 一般防空艦の代わりを務める。そのため、電単、逆単や音も飛などは、根キ艦隊と同等の装備に改められた。積載した上陸用集停を迅速に発進させるため、水密格納庫から完備方向に発進用機場が一条設けられている。搭載される上陸用集停は、原則や操縦席が組み立て式で格納しやすく作られており、 狭い体圧格納庫に24席が重ねられ、天井部の格納要件発進ラックに収められる。搭載集程は一時回収に合わせ、速力の高い8トン級大型集程6席搭載に改められた。搭載用陸艇、検索版設定艦首や揚陸用ランプドア、機関部や操打席周りを防弾鋼板で防御している。艦首、ビブには収納用スリング装置が付加。 この艦が初めてその姿を表したのは、寺氏は17年夏の、紺碧艦隊が、海軍軍令部内閣の、元いったサモア攻略船であり、九鬼中城を率いる、海兵士団5000名を輸送した。続いて発動された、主作戦、ランにおいては、ポートモレスビーにこもるマッカーサー軍をおびき出すために、部内の物資や、機材搬入などを行った。その後、 昭和20年の改修後に行われたマダガスカル島攻略船での輸送任務を終えた後、インド洋にて味方潜水艦への補給活動やインド、地上船での兵員輸送に当たった。教習兵員や補給物資などの輸送活動へ主に従事していたため、根壁艦隊に次ぐ巨艦でありながら厳しい秘匿措置は取られておらず、アウンインド戦線においては、 攻撃艦隊のインド活動拠点であるコーチン港へ、反戦工業で入港し、海軍インド司令部の置かれたウィリンドン島に、接岸している。なお、マダガスカル島攻略船に際して、ペキ艦隊の護衛を受けた、e、E900 型4隻は、対空警戒陣形を取り海上航行を続けたが、AA セイシェル諸島アルフォンス島近海にて,にて、独召海域に発見され、 熱戦探知誘導弾ヘンシェル HS-293 回から例による攻撃を受けたが、901戦の対空噴進砲攻撃により母機は撃墜、急速潜航によりま一発で撃沈の基地を逃れた。建造当初は紺壁艦隊同様、一国戦友艦隊であったはずだが、日英同盟復活後は一国指定を解除したとみられ、大型輸送艦として、 最前線の一級港湾での二役作業も行えるようになったが、それでも戦略物資や空気兵団の輸送には最新の注意が図られたと思われる。日英同盟締結後は一般港湾への入港していることが多いため、一般の海軍将兵にも存在は認知されている。また、原作やコミックではマダガスカル島攻略戦において海上、海中立体陣形で 対空間の役割を担っていたが、OVA ではそのシーンは、不覚号が担っていた。そのためか、自衛用の対空機銃は確認できるものの、対空噴身法、連想噴身法などの装備は確認できない。ありがとうございます。